リクシルトステムトステムは、リクシルが展開する、窓、玄関周り建材のブランド名。また、トステム株式会社は、2001年10月から2011年3月まで、これらの事業を展開していた企業で、リクシルの法人格上の前身である。1923年に、牛尾田武次郎が、東京都墨田区で創業した、妙見屋商店が源流である。 1949年9月19日に、牛尾田武次郎の次男である、牛尾田健次郎が法人化を行い、日本建具工業株式会社を設立し、1969年から、住宅用アルミサッシの製造を開始。当時は、建築材料や、住宅設備機器の業界では、大手だった。1974年には、東洋エクステリア株式会社を、設立。 1977年には株式、会社ビバホームを設立し、ホームセンター事業に参入するなど、徐々に規模を拡大した。2001年10月にイナックスと経営と合し、トステム株式会社は株式会社、イナックストステムホールディングスに、社名変更するとともに、持ち株会社となり、その下で事業を行う同グループの中核企業として、新たに、 トステム株式会社が設立された。2011年4月にグループ内の再編によりトステムが存続会社となり、イナックス、新日経、東洋エクステリア、リクシルを吸収合併し、サンウェーブ工業の開発、管理部門を統合して株式会社リクシルに称号を変更した。これによりトステムという社名は姿を消し、 リクシルの商品ブランドとして存続することとなった。2020年12月1日付で、リクシルグループがリクシルを吸収合併し、株式会社リクシルに称号変更した。同社の法人格は前述の通り初代、トステムの法人格を受け継いでいるため、一度も近部会社へ移行した、初代法人が事業会社へ再び戻ることとなった。 トステムは2009年3月11日、韓国 LG 化学と同年4月に合弁会社を設立すると発表した。トステムにとって初めての海外合弁事業になる。トステムの技術をもとにアルミ建材などを開発し、LG 側の販売網を活かして販売する。発表によると、日本の国内需要が落ち込む中で海外での販売を強化したいトステム側と、 アルミニウム建材事業を拡大したい、LG 化学側の思惑が一致した。新会社の名称は、LG、トスタム BM となる。本社は、ソウルに置く予定。生産は当面、外部に委託する予定。2012年に、売上高1200億ウォンを目指すと発表されている。資本金は60億ウォン、LG 側が51%。 トステムが49%出資。合弁会社の LG トステムは LG 化学の産業材の事業部門が分社化して2009年4月新しく発足する LG ハウシスの子会社になる。LG トステムはアルミ建材や産業用アルミニウム製品などの製造販売を行う。J リーグカシマントラーズのオフィシャルスポンサーでありユニフォームにロゴが書かれている。 多くのクラブがユニフォームの胸スポンサーを入れ替える中、1996年にカシマのユニフォームの全面がチームロゴからスポンサー広告に切り替わって以降一度も変更されることがなく一貫してカシマのサポートを続けている。2011年4月1日より当社を含む重生活グループ5社の合併によって会社名がリクシルとなるため、 2011年度ユニフォームより表記が、リクシルとなっている。全日本 F3000 選手権において1991年から1993年に、かけてるガラージュコックスレーシングチーム、ムーンクラフトのスポンサーとなり、中谷昭彦及び服部直樹が、同チームより出走している。ありがとうございます。